こんにちは、おもちオレンジです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画でキッチンのレイアウトを変えました。コメントでもご指摘いただきましたが、冷蔵庫の扉がめちゃくちゃ開けにくくなり、帰宅した夫から挟まって扉が開かないとクレームがつきました。大急ぎで変えたレイアウトがこちらです。さて、それでは早速階段下の収納を見直していきます。ぜひ最後までよろしくお願いします。ここは狭いし通り道だし、扉は硬いしでほとんど開けませんでした。トイレットペーパーを夫が出してくるぐらい、置き場所のないものを上の方にポンと突っ込んだりしてました。奥の方に何が入ってるかは全然わかりません。全部出してから写真を撮ればいいかなと思って始めましたが、なんともう並べるの無理、即ゴミ袋に入れたいというようなカビカビのものがいっぱい出てきました。ゴミ袋に速攻入れたのでは動画にならないので、ぐっとこらえて並べました。カビた棚のうちの一つは夫の作品だそうで、記念に捨てないそうです。中身を確認するまでもなく、ひたすら分別します。洗面台下の片付けをした時に、とりあえず残したものが出てきました。なんでこんなものを取っといたんでしょうかと思いながらゴミ袋に突っ込んでいます。狭いスペースでしたが、ゴミ袋に入れるとかさばって驚きます。残すのはペーパー類のストックとガスボンベ、あとは他の部屋から出てきたウエスは少し残します。カビカビなので雑巾で何回か拭いてから掃除機をかけます。
突っ張り棒を使いたくなるところですが、あえて使わず、できるだけ物を入れないようにしていきたいと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、次回もまたよろしくお願いします。